役者をやっとったもんですからね、それを生かして今度は地元に何か貢献できればとそう思ってるんです。金沢は戦争に合わんかったからね、もう全部残っとる。街並みが綺麗やもんな。自分の目で見て自分の足で歩く、これが大事や。